親愛なる地球の兄弟姉妹の皆さん、私はカリガル、プレアデス戦の司令官です。私は長い間あなた方と一緒にいませんでしたが、遠く離れていたとは思わないでください。私は私の存在とエネルギーを楽しむすべての人々の心の中にいます。私たちは少し忙しかった。船を掃除し、ピカピカにし、皆さんにもっと親しみやすく見えるように花を飾りました。しかし、忘れてはならないことがあります。私たちがこの惑星に到着して以来、この惑星のすべての人たちに対して、常に抱いてきた愛に対して、私たちが人類に対して発しているすべての愛に気づいていることです。私たちは今ここに到着したわけではありません。この使命のために来たのではありません。私たちは長い長い間、ここにいました。そして私たちは、この惑星で多くの人々に光と進化と神聖な意識をもたらしてきました。その時が近づいています。この言葉を聞いてあなたは笑い出すでしょう。なぜなら私たちは長い間この言葉を言い続けてきたのに何も起きなかったからです。何も起きていないのですか？それとも何かが起こっていると信じるために、単に光のショーや花火、輝く虹、空を飛ぶ光の玉を望んでいるのでしょうか。今日、何千何百万という人々が空に現れる光に非常に興味を持っていることを、私はあなた方一人一人に伝えることができます。彼らはもはや自分たちが宇宙で唯一の存在であるということを確信を持って信じてはいません。自分たちが学んできたことすべてに疑問を持ち始めているのです。自分たちが教えられてきた信念を疑い始めているのです。では何も起こらないのですか？あなたの世界を見てください。地球を見てください。ハートの目で見てください。その目で見れば、ガイアが変容し、ガイアが上昇し、すべてのプロセスが進行しているのがわかるでしょう。多くの人々が地球上で起きていることを恐れ、なぜ私たちは何もしないのかと尋ねています。理由はただ一つ。今こそ誰もが選択をする時なのです。私たちは長い間何事にも介入することができませんでした。地球を破壊しようとする動きがあれば、介入できるポイントは限られています。それ以外は何もできません。すべてが予想通りに起こっている、あなた方がまだ支配していることを示そうとする虚しい試みが、この惑星の様々な地点で起こるでしょう。それを見て力を示そうとする必死の試みであるとみなすかどうかはあなた方一人一人にかかっています。しかしもう力はありません。このプロセスを止めることはできません。彼らがこの惑星で力を失うのを止める方法はありません。自分の足元を見るのはあなた方一人一人です。この先の道には石があるかもしれないし、他人の足元を見ればその石につまずくかもしれません。だから今こそ自分の足元を見てほしい。誰もが自分の魂の道を進んでいます。誰もが自分が選んだ場所にいます。何も不公平なことはされていません。麦ともみ殻の分離は非常に激しく起こっています。ただ光に満ちた心で見てください。光を発する。それだけです。痛みを発しないこと、苦しみを発しないこと、発生したエネルギーとのいかなるつながりも発しないこと。
地球全体のために光を発してください。場所を選ばないでください。何かしたいですか？この惑星を手に持って大きな光の玉のように輝いているのを見てください。光の色は好きな色を選んでください。覚えておいてください。あなたの選択も結果をもたらします。ポジティブでもネガティブでもそれは問題ではありません。それがあなたが手助けできる唯一の方法です。それ以外には何もありません。自分の足を眺める時間です。素敵な靴を履くか、自分の美しい足を見て、感嘆してください。足があなたを運んでくれるのですから。足が眠っている人も足を見てください。もう足がない人も目を閉じて足を見てください。あなたの魂の足は、あなたを道へと、あなたの選択の結果へと導くものだからです。兄弟たちよ、選び方を知ってください。賞はありません。制服もありません。あるのは進化です。あなたたちが発散する必要がある、唯一の感情は、進化しようとする意志、アセンションしようとする意志です。光だけを発してください。自分ではない、何者ともつながってはいけません。自分でないものを見たり、観察したりしてはなりません。自分自身だけを見てください。なぜなら、それぞれの魂は、すでに脚本を持ってやってきていて、今この瞬間、それぞれの脚本は、成就されているからです。それぞれの魂の選択は効果的に成就されています。あなたが何かを変えることはありません。それぞれの魂はそれぞれの道を歩むことになります。これからやってくる子供たちでさえもそれぞれがすでに道を持っています。一人一人が目的を持ってやってきて、その目的をあなたが変えることはありません。なぜなら、彼らは多くのマスターと一緒にやってきて、彼らの世話をし、彼らに付き添う多くの存在と一緒にやってきているからです。あなたの干渉が彼らの道を変えることはありません。彼ら全員が目覚め、自分たちが光の存在であることを思い出す時が来るでしょう。今日、自分たちを愛していない人たちの支配下にある人たちでさえ解放されるでしょう。そして彼らは皆地球上で効果的に行動するようになります。しかし、あなたは彼らを子供としてしか見ていません。大きさは子供でも、魂は子供ではありません。彼らは非常に進化した偉大な魂であり、時が来れば、この惑星で自分の居場所を得るでしょう。だからもう一度忠告します。自分の足元を見てください。周りのものを見たり、コントロールしたり、判断したりするのをやめてください。今日あなたがすることは、すべて、おそらく、短期間で受け取ることになるでしょう。すべてがスピードアップしています。そして、誰の行動も戻ってくるか、すぐに戻ってきます。だから、あなたが悪いことをしていると思う人のことを気にする必要はありません。あなたが裁くのは神なのですから。それなら自分の足を見て、相手の足のことは忘れてください。自分の道を見てください。まだ石があるから、それを見ないと足を痛めるかもしれません。それを学んでください。お互いを大切にしてください。互いの面倒を見ることはできるし、そうすべきです。必要な人の世話はするが、他人のエネルギーに巻き込まれてはいけません。愛を持って全てを見てください。しかし、その誰かが誰であろうと、誰のエネルギーにも巻き込まれないようにしてください。
それぞれの魂にはそれぞれの道があり、それぞれの魂は今それぞれの道を歩いています。それを疑わないでください。選択はなされてきました。今も多くの選択がなされており、すべての選択が尊重されています。だからただ天を見てください。私たちはいつもそこにいて手招きしています。私たちを心で感じてください。そしてもうすぐ私たちはみんな一緒になれるのです。